どうもベストボディ2019-2020-2018優勝しました、はい、横田光三と申します。お願いいたします。よろしくお願いします。今日はね、はい、下半身強化強化の前にほぐすよ。まずはこの機械、キャビフル、キャビテーションとラジオ波を合体した機械です。これでまっちゃんの硬い筋肉を柔らかくします。柔らかくならないといい筋肉がつかないってこと？そう、硬くなっちゃってるところを柔らかくしたい。女性にはねこれかなり効果的に、足も細くなりやすいから。僕も大会前までやってます。筋肉のカットを出すためにやります。やっていいですか？やっていいですよ。はい、行きましょう。ででん、まずはねクリームつけます。まっちゃんはなんで腰痛になりやすいの？この体触ってみてなんかわかります？硬さかな。筋肉が硬い、ガニ股気味で、だいたい筋膜張筋、外側の筋肉をよく使いすぎてる。まずここの外側の筋肉を柔らかくすれば、うん、内側の筋肉が使えるようになるから。いやでもさ、いろんな先生にさ、筋力がないから筋力つけろって言われるんですけど、僕筋肉がつきづらいタイプの人だと思うんですよ。筋トレしても筋肉になっていかないというか。 DNA の検査をしてみないと分かんないけど、僕も筋肉がつきにくい、落ちやすい。僕何もしないとね、細くなってちゃう。究極にトレーニングしていくと、自分がどういう体質かが大体上がってくる。僕は油も分解できない。油っこいものを食べると脂肪に変わりやすい。フィッシュオイルもダメ。ツナ缶の油ダメ。ダメなの。僕は鶏の胸肉とかささみのタンパク質を取ると痩せていく。僕もじゃあ DNA 検査した方がいいな。やった方がいいね。今の医学本当にね、使った方がねいいですよ。皆さん痩せたい人、食べるものが本当わかるから。やっぱり足から鍛えていった方が痩せやすくなるの？そう、それは筋肉量が多いからなんですよ、足が。でも使い方を間違えちゃうと足が太くなっちゃうから、それは嫌なんです。女子は特に足が太くなるのが絶対だから、歩き方と体の上り方っていうのを勉強させます。太ももが太い人っていうのは前もも族って僕言ってるんですけど、前ももを使って歩く、前ももを使って階段を上ってる。足が細い人、お尻がプリッとしてる人は股関節とお尻で上がれる。階段の上り方一つだけで。旦那さんに褒められたってみんな言ってる。あ、そう、うん、触ってみると小殿筋症候群、ここの部分がめちゃめちゃ張ってるの、ここの部分が張ってくると腰痛が引き起こってくる。腰骨の下のとこね、ここ。あ、痛ってそしたらここをしっかりと柔らかくする。ここが硬くすぎちゃうと、この座骨神経の神経を圧迫しちゃう。硬いまま筋トレしたらどうなの？肉離れとかは怪我を起こしやすい。あ、体作り先生やってるけど、普段の生活は結構不摂生やるんですか？不摂生までいかないですね。たまにみんなで集まるときに飲むとか食べるとかはすっごいガーッとするけど、それが2日3日って続かないようにしてほしいんですよね。暴飲暴食が。そう、僕はだから食べたり飲んでもいいよと言ってるんですよ。続いちゃうとダメの。続いちゃうと消化しないまま次入れちゃうからついてっちゃう。1日休憩、2日休憩とか入れれば、そう、その間にちゃんと筋トレとか運動してくれれば、1日ドカーン食べても太んないんですよ、人間って。全部出ちゃうから食べたもんが。だからお正月とか年末年始って太るでしょ、みんな。太る。食べ続けるからみんな。じゃあ、大晦日に食べて、元旦に食べない。その時は食べてもいいんですよ。その辺はまあ食べましょうよ、楽しみがないからね。その3食カップラーメンとかやっぱまずいんですか？ちょっとね、まずいですね、栄養的に。食べないよりは食べた方がいいですよね。食べないよりは食べた方がいいけど、炭水化物ばっかですからね、と塩分とね。痛っ。触ってみて、まっちゃん。柔らかいわ、柔らかい。柔らかいでしょ。じゃあ向こう行こう。了解。ここでもさらにほぐします。筋膜リリース。覚悟して。痛いから。いきなりやる気がなくなるな。うつ伏せになって、で、溝落ち、骨がなくなった肋骨の下の部分にダランとして手を、ちょっと待ってよ、そうそうそう、あ、苦しいんだけど、ちょっと待って、この肋骨がなくなった部分ね、で、胸つけれたら胸ついてダランとして、いや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 、痛いって。これが呼吸筋。手は前でいい、手前でいいよ、手前でいい、そうそう、痛かったら肘当てていいから、で、呼吸して、はぁ、痛いっしょ、吸っても痛いっしょ、痛い、吐いても痛い、ここは硬いから肺に空気が入りづらいのよ。だから代謝が悪いの。酸素が毛細血管の隅々まで行き渡ってこない、だからもっと深い呼吸をして代謝をもっともっと上げたい、で、筋肉を柔らかくしたい。柔らかくしたい。だーだー、下半身強化だよね、代謝を上げるためにね。そうなんだね。そう、呼吸を深くさせたいから。2センチぐらい巻いて前に、わー、そうそう、ステータランスする。歯は、うわーいって、痛くない痛くない、せーの、うわー、いったー、自分の体重で、はー、
こんだけ内臓と内臓が癒着しちゃってるんですよ。そこの癒着を剥がしたいの。徐々に下の方行っていって、おへその真ん中からちょっと下の方まで行くよ。そう。で、ちょっと横にも動かす。こう。いやー、あっと、こういう。おならが出るかもしれない。出さないで。ちょっと。うわー。これ、左が痛い？痛い。うんちが溜まってるね。そう、ここの。これやっていくと、便通がすごくなる。ポッコリの方がなくなるね。あ、そう。うん。内臓が上に上がるから、下っ腹が上に上がるの。ウエストも細くなる、これだけで。ボールはこう、上からこうなっていけばいいで、そう。で、右の中行って、上に行って、こっちに行って、こういう感じ。次行きます。腰骨あるでしょ？骨の内側にこの子をかまして。いや、マジ？で、ここに、腸腰筋ね。うん。で、ここにグッと。いや、ちょっと待って、マジ無理って。うわー、いって。膝曲げて。これは腸腰筋。ここが足を動かす筋肉ね。うん。簡単に言うと、シャワールームの排水口。はい。そこに髪の毛溜まるでしょ。溜まる。そうすると流れないでしょ、水が。流れない。同じ、ここにゴミが溜まっちゃってる。ああ。そうすると血液が流れない。はあ、老廃物が下に行くじゃない、はあ、それが上がってこないのよ。はあ、で、こう詰まってきたら足のむくみとか出やすい。あと、ここが硬い人は腰痛になりやすい。股関節が使えないから太ももを使い始めて、ふくらはぎを使って歩くから。前もも族になりやすい。それだけで結構股関節今じゅわーっと熱いのがあったのかな。はい、そう、今度はその太ももの前を行きます。セット。はい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 。ここ、はいはい、でこっちこう。で膝曲げ。いったー。でこれをこう。ああ。ああ。いったー。帰りたい。こうねこうねこうね。いったー。ここがさっき言ってたほら大腿筋膜張筋。ここが硬いから。腰が張ってくるのよ。あ、痛い痛い先生痛い。はいはい、立つ。スタンダー。今日スパルタだな、今日スパルタ。足上げしてみて。めっちゃ上がるわ。めっちゃ軽くない？めっちゃ軽いわ。めっちゃ上がるわ。太ももじゃなくて腸腰筋で足が上げれるから軽くなるの、足が。で、足が細くなってくる。勝てる。うん。この腰骨のここ、ここをちょっと見てあげるから、はい、見てあげるね、うん、ちょっとだけ痛いけどね。あ、じゃあもうそうそれ痛い。ああ見て、触ってるだけ。そんなことはないはずなんで。いやああ痛い痛い。でも腰痛の人はね、ここなんだよね。あ、ちょっと我慢して。ちょっとも我慢できない。ああ先生先生と我慢して。はい、一回立ってみて。立てない、もう立てない。どう？圧倒的に左が楽になったでしょ。ちょっと触っただけ。ちょっとこっちもやってほしい。腰いいです。わあ、いや痛い痛い。あ、それ危ない。先生危ない。先生そこ危ない。あ痛い。うわあ、我慢我慢できない。痛い痛い痛い。先生痛い痛い痛い。では腰動かしてみようかな。どうぞ、腰。楽なんだじゃない？腰痛はどう？お、楽なんだ。これは何千回回しても楽です。これを自分でこのボールでやるの。今僕が押したところ、ここね。そうそうそう、この腰骨の下に入ってる。ね、腰骨の下がね、ここ、あー！いやー！あー！痛い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 。でこれを自分でグーッと乗っかってやると。グーッと。そうそう。寝てればいいだけだから。寝てればいい。寝るわけないじゃん。ほら。ちえなー。こいつなんだ。クソみとりてえじゃん。構造オリジナルボール。え、先生が作ったやつ。Yes。でもまだこっちらしい太ももやってないね。ローラーで。でででででで、構造ローラー。ああ、痛い。ああ、先生先生、ちょっと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 、これきついかもしれない。本当にここね、自分でやってほしいの。自分でやってみ。自分でやってみ。先生やらないよ。分かった、やるからね。そう、やんないから。でだから、足を前出して。そう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 。でこのもうちょっと付け根の方、もうちょっと上の方。そうそう。ちょっとちょっとちょっと、ちょっとだけバック、ちょっとだけバック。はい、そうそう。痛い。ああ、ちょっと先生、触らないで、本当に。そう。ほら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 。先
生発明のこの商品、はい、すごく痛いからすごく効くかったですよね。いけるよ。本当に大事これ、まっちゃんはここね、大体筋膜貯金、ここが腰痛を引き起こすから、まずはこんだけ固まってる外側の筋肉を柔らかくして、これからやるスクワットとか、階段の登り方の練習の時に内側を使えるようにするから。だからガムチャラにスクワットとかやってもダメなの、外側の筋肉ばっか大きくなっちゃって太くなってちゃうから。オッケー、はい、立ってみよう。そうすると、はい、足上げてみて、どっちも軽くなっちゃうよ。せーの、ほいほいほい、おい軽いよ、おい軽いよ、いけるね、いけるね、いけるわ、まっすぐ足が出るわ。そこからトレーニング始まる。ここからだね、はい、はい、どうぞ。うわ、出す。大丈夫？そう、お水を取って、今老廃物に変わってきてるから汗にも変わるし、おしっこにも変わるから、だから水いっぱい取って汗をバンバン出してほしい。そうすると代謝が上がってるから痩せやすくなる。サウナ入って、そう、美味しいビールを飲んで、美味しいビール飲んじゃいけないんだよ。階段登るときって大体グッていうか、つま先よりも出ちゃってる人、膝が上がるときにグッと、この時にここの筋肉をすごい使うの。めっちゃいい肉してる。これを下げてあげる、この状態で上がるとこの筋肉を使う。今こっちの筋肉は使ってない、柔らかい、こっちの筋肉を使う。こうなるとほら筋肉が出てくる。はあ、ははあ、本当だ。こうすると筋肉がなくなって使わないで、こっちの筋肉にシフトする。ここで上がりたい。下尻が上がる。この状態から少し体を前に倒せば膝が出なくても上がれるから、ちょっとでも膝が出ちゃうと前ももなる。このギリギリのところを探して練習してほしい。なのでここでまずはこういうスクワットを練習します。手をついてもいいから、ここでここに、あ、ここだんだん疲れてくる、ケツが、どうぞ。そうで、膝を出さないようにして、ここから体を前に倒して、で上がってみて、でしゃがんで、はい、立って、繰り返して、はい、それを繰り返す。でこっちはほんのちょんでつくだけ、ちょん、はい、うん、ほんで豆腐に触るぐらい、潰れちゃった豆腐が、ちょんって触るだけ、ちょんって触る、そうそうそう、立って、はい、伸ばす、はい、しゃがん、伸ばす、そう繰り返して。うわー、これ3分間やりたい。あ、ちょっと待って、あー、かー、そう、この角度を覚えたい。股関節の柔らかさと足首の柔らかさによっても違うんですよ、人によって。だからそれ、自分の角度を探さなきゃいけない。それはだから結構来てもらわないと教えられない。あー、マッチョの角度はここでいける。そう、ね、これはそう教えてあげないとね。そう、触ってあげないと変わんないから、これは分かんないから。うわー、これしんどい、ケツがしんどいでしょ。あー、しんどい先生。そう、この使い方、まだほら階段登ってるだけ、階段登ってるよ、頑張って。そうそう、うまいね。あ、ほんときつい。はい、まだまだ、今1分半じゃあ2分にしてあげる、あと30秒ね、30秒、頑張ろう頑張ろう。そう、ここの角度ね、膝が出ない、体を倒してあげる。動かないぐらいがちょうどいいんだね。そう、少し出てもいい、その代わり体を前に倒してくれればすごくちょうどいい。そう、これが大事よ、これが大事。プルプルしちゃう、プルプルするでしょ。あと8秒、頑張る、はい、頑張る、そう、よいしょ、はい、5、あ、まだ、あ、ちょっと、2、1、 OK、 フィニッシュ。ダメ以上にしんどい。そう、これが本来の階段の登り方よ。ケツが疲れるの、あんだけスクワットしてて前も疲れないでしょ。ケツが大事なの。足が綺麗な女性とかはそう疲れてる、こっちで、うん、普通に階段を登るときはどうしたらいいんですか。やってみて。普通に登ったらこうです。そう、少し膝が前に出たでしょ、うん、こうなってこう。そう、それを体を前に倒して、ちょっとお尻を突き出すようにしてって、こうして体をもっと前に倒す、グッと、そう、で、そこから上がってこう。そう、体が前に倒せばお尻が引けるから、そうするとここになってる。ここだね、まさにここだね、まさにそこ、そこ、ここだね。いや、ここだわ、ここだよ、そう、そこよ、下尻。はい、次だ、逆足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 、そう、体を倒して、そう、ここだ、そういうこと。
あでもバランスが取れないね。こっちの弱いからね、筋肉。弱いからだね。あー、ほんとだ。頭に全然使えてない。あれ左になってる。固定で手をここに触っていて、体前倒して、もっと体倒す。いや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 い
カタ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 言うとるよ。カタカタ言うとる。どうどこ辛い？通称でしょ。だから弱いのよ、ケツが。いやいや、ちょっと待って、弱い。そんだけ左のケツが弱いってみんなに言われたのがそのせい。分かったでしょ。分かった。全然違うの。はい、やる。あ、あと2分あるよ。はい、頑張って。そう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 。あ、いいじゃんいいじゃん。はい、繰り返して。使うコツが分かれば。そう、使うコツが分かれば、もうそれを使えばいいだけだから。いったー。そう、膝がちょっともあんまり急に来る。そう、一気に膝が出すぎちゃうとダメなのね。でも出さなすぎもダメよ。ちょうどいい角度を自分で見つけていくんだけど、今お尻すごい来てるね、この角度ね、まちゃんね。まだよまだよまだよ、まだまだまだいけるまだいけるまだいける、頑張ろう。頑張って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 、ちょっと待ってそんだけケツが使えてなかったね。素晴らしい。それができてくれば普段の生活で筋トレができてるから勝手にお尻が上がるよ。でなるべく今立ってる時に小指に握ることをしちゃうと外側を使い始めたから、なるべく土踏まずこっちだ、ちょっとだけね。でも膝が中に入らないようにインしないようにまっすぐできる。そう、ここ親指の母子球を押しながら、そう、母子球と押しながらいくとどう？安定するでしょ。安定した。はい、ちょっとこっち内転筋も使えてくる。確かに。で体をもっと前倒す。そう、そっちケツいく。ケツで、そう、うわー、いってー。まだまだ、あともっといこう。3、2、オッケー。ねえ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 、それがちゃんとしたトレーニングよ。でもこれまだ自重だからね、まっちゃんのね。そうですね。これあと何個手ぐらい先生あるんでしょうか。あとは本当はもう一回内ももとかやりたいね。ワイドスクワット。ワイドスクワット、イエス。なるべく膝を外に開こうとしながらしゃがむ。こう、そう、膝の向きを横になるべく開こうする。するとあんまりしゃがめなくなるけど、それでもいいんです。はい、そうそう、これしかいかない。それでもいい感じ。でもなるべく深くしゃがもう。うわー、はい、深くしゃがもうして、はい、どこ辛い感じある？ここ正解です。もっとしゃがんでくれる？大真面目にやってる。ずっとやらすよ。はい、やらないと。あ、真面目やってない。真面目やってない。真面目やってない。なんでこれ限界なんだって。ちょっと、じゃあやってみてよ。限界だって。無理だ。ここまで、こういく。はぁ、こういく。おい、俺の賞金を。そう、こうやって結構いくな。そう、なるべく膝を開こすとこっち側使えてくる。わぁ、見て、筋肉すげぇ。なるべくしゃがもうとすればいい。自分の中で限界に開こうとすればいい。はい、やってみて。先輩、そうそうそう、土俵入りちゃんとやんないと。ずーっとやらすよ。だいぶいいね。もっと深く。せーの、ほいほいほい。いいね。はい、ほいほいほい。いやー、そう、はい、ね、そこまでそこまで、はい。こんだけ足の内ももが使えてないんだよね。筋肉が弱い。まあ、そうだよね。そう、この筋肉が、まあ、弱いのと、外側の筋肉が硬い。だから足も開かない。だから座骨神経痛になるべくしてなってる。なってる。そう。今日はもう終わっていこう。さあ、結果発表。結果発表でございます。もうでも僕ほら、全然あのストレッチが、筋トレが全然できてなかったと思うから、そんなに差はないんじゃないかな。どうなんだろうか。どうでしょう。56。あ、よかった。逆、いや、左が結構来てるといいな。よいしょ。55。あ、じゃあ 1.5。 1.5。 あー、よかった。